お疲れ様です。ポンです。いつもグッドボタンにコメントたくさんありがとうございます。嬉しい嬉しいです。はい、あの今日ねする話は昨日ボツになった話なんですよ。あの一昨日かな、一昨日に自分が15年ぶりに中学校の時の友達に会った話を、まあ、動画にしてるんですけどね。その友達が少年院で知り合った人間、その人間の話なんですよ。ちょっとね内容グロいんで、ちょっとオブラートに包みながら喋りたいと思います。はい、そのね友達の友達、その人間のことを A っていうことにします。あのイニシャル全く関係ないんで、あの A ということにします。その A とね、自分の友達と、まあ、ある少年で知り合って社会に出てからも付き合いするんですよ。その A は関西の人間じゃなかったらしいんですけどね、よく関西に来てたらしいんですよ、遊びに。で一緒に覚醒剤したりとかね、一緒に恐喝したりとか、まあしてたらしいんですよ。である時ね東京に来ると、その自分の友達がね、でその A も一緒に来るってことになったんですよ。まあ東京にあるとこで待ち合わせしたんですよ。そしたら5人で来たんかな、その待ち合わせ場所にね。でみんなでご飯食べようかってまあなって、ご飯食べに行ったんですよ。で自分の知り合いの店がいっぱいで入れなかったんですよ。でその同じビルに入ってる違う店に、一個上の階のね店に入ったんですよ。そこで普通にご飯食べて、まあ普通にしてたんですよ。連れてきた人間の一人、まあ全く自分の知らない人ですよ。自分知ってるのはその中学校の時の友達、その人間だけなんですよ。あとは自分全く知らないんですよ。その A のことも全く知らんしね、初めましてだったんですよ。でそのうちの一人が、まあ覚醒剤もちろん体に入ってたんでしょうね、トイレに行ったんですよ。で出てこないんですよ、トイレから。でこれ警察呼ばれるかもわからんから言った方がいいんじゃないよって、まあ言ったんですけど、もういいよいいよ、ほっとこほっとこってなってね、知らん顔してたんですよ。それでもうそろそろ帰ろうかという時間になっても出てこなかったんですよ。でどうするってなったんですけど、もうそのままほったらかしにして行こうと、そのトイレ行った人間ね。で自分はそんなほったらかしにして出ていいんかなと、まあ思ってたんですけど、まあいいよいいよっていう感じで、まあ出たんですよ。それでね表に出て車向いて歩いてたんですよ、自分の車向いてね。そしたらクラウンがねエンジンかけたまんまマンションの車に止まってたんですよ。まあ当時現行のクラウンですね、止まってたんですよ。それで自分と自分の中学校の時の友達はちょっと話があったんですよ、別のことでね。そしたら A らが神奈川県に用事があると、まあ川崎の方に用事があると、まあそう言ってたんですよ。だから明日また待ち合わせしようかっていうことで、そこで別れることになったんですよ。そしたらねその A ら何人かがねコソコソって、まあコソコソ話をしたんですよ、そこでね。じゃあって言って手を挙げてね、そのままそのエンジンかけたままのクラウン乗ってね、自分の車かのようにそのままスーで走っていったんですよ。だから盗んでるんですよ、そのクラウンをね。でもう自分巻き込まれたくないから、そういう盗っととかそういうのに巻き込まれたくないから、自分の車のとこに中学校の時の友達をもう慌てて行って車乗って出たんですよ。そのね A と別れてからね30分ぐらいしてからね、自分の友達のとこに A から連絡が来たんですよ。そしたら車の中から道具、拳銃ですね、道具と現金200数十万円とヤクザの名刺いっぱい出てきたわと、そのクラウンからゲラゲラ笑ってるんですよ。ラッキーやーと、ええもん拾ったっちゅうでね喜んでるわけなんですよ。でこれどっかのヤクザの車やなと、まあ自分は思ったんですよ。でこれまたややこしくなるん違うかとか、まあいろいろ考えてたんですけどね、まあでも自分には関係ないことやから、どこのヤクザの車かとか自分は知らなかったしね、まあ関係ないわと思ってたんですよ。まあ自分は自分でその中学校の時の友達とまあいろんな話があったから、まあ話してたんですけど、それで次の日ねまた東京に来るってなったんですよ。そしたらそのクラウンで来るわけなんですよ、東京に。でも絶対に手配かかってるはずなんですよ、ヤクザ界隈でね。
この車見つけたら連絡欲しいとかいう絶対かかってるはずなんですよ。自分の車はそんな連絡はなかったんですけど、その時でもその一部では絶対そういうのが回ってるはずなんですよ。そのまま乗ってくるわけなんですよ。まあ本人曰くナンバーは付け替えてるって言ってたらしいんですけどね。それでトイレに入って出てこなかった人、その人がね覚醒剤でおかしくなってね、そこのトイレでトイレを掃除するホースでトイレで首吊ってたんですよ。お姉さんが亡くなったら、その首吊ったそのお姉さんが誰かから、その A とかと一緒にいてた人間の誰かに連絡が入って、警察が連絡来たと。だから身分証明書とかそういうので、まあ誰か分かったんでしょうね。でトイレで首吊ってたと、何か詳しいこと分からへんと、だからそういう連絡が来たらしいんですよ。まあ友達が首くくって亡くなってるわけじゃないですか、 A からしたらね。でも A はね、バカじゃないのと、自分で首吊ってほんとバカだねっちゅうて大笑いしてるんですよ。自分それ目の前で見てるんですよ。頭いかれてるなと。で自分は中学校の時の友達に、付き合いするなと、あいつと毒なことないぞと、ちょっとネジが飛びすぎてると、友達が首くくって亡くなって、バカだあいつって笑ってるようなやつやぞと、考えよと、まあ言ったんですけど、自分の友達も当時覚醒剤でおかしくなってるから大丈夫大丈夫みたいなね感じだったんですよ。それからね2ヶ月ぐらいして、 A のね彼女は A に嘘ついてね、違う男と一緒に福岡に旅行に行ったんですよ。でそれがその彼女の周りからねバレるんですよ、 A に。 A が怪しいと思ったんでしょうね。それで友達を捕まえて、まあ、聞き出したんですよ。それで A は友達一人で連れてね、車で福岡に行ったんですよ。それで福岡でまあ電話かけて、どこにおんねんここにおんねんみたいな感じでね、もう全部分かっとんねやと、今だったら許しちゃうみたいなこと言って、その男とその彼女とどっかに呼び出したんですよ。でそのままそこで一緒に旅行行ってた男ね、浮気相手ね、その人間をさらって、で女の子ももうボッコボコにどついて、 A の友達も一緒にいてるんですよ。いてるのに丸裸にしてね、逃げれないように車から、そのまま車に乗せて、男はもうボッコボコにしてトランクに乗せて、それで岡山まで行ったらしいんですよ。福岡からね、知り合いが岡山にいてるっていうことで岡山に行ったらしいんですよ。で岡山で飯食べて、知り合いの家で、その間ずっと男の子は車に積んだままですよ。彼女は裸のままそのままその友達の家に連れて行って、ご飯食べて、でちょっと休憩してまた車に乗せて、それでそのまま神奈川県まで行ったらしいんですよ。そこで男にね500万用意させたらしいんですよ。まああちこちお金借りさせたりとかね、貯金とか全部まああれだけの金を出させて、なおかつ借金させて500万取って、それで解放してるんですよ。でも解放するときに、お前がもし警察に行ったらお前の家族全員殺すからなと、あの A にそれを言われたらね本当にされるんじゃないかと、そういうふうに思わすぐらいのねおかしい目するんですよ A は。だからそのお金取られた浮気してた男ね、その男も警察には行かないんですよ。で彼女はそのまま風俗で働かされるんですよ。 A はねその後も何回もその男に金を取りに行くんですよ。500万用意した男に何回も行くんですよ。最後その男の人はノイローゼになってね首吊るらしいんですよ。それで女の子も風俗で働かされて、毎日寝る間も惜しいんで、もう怖いから言うこと聞くんですよ。その女の子も A が怖いから、でその女の子も最後自分で電車に飛び込むんですよ。その男の子も女の子も両方亡くなるんですよ。それでも A は金づるがいなくなったって言ってブツ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 怒ってるらしいんですよ。何勝手に死んでこれとんねんみたいな感じでね怒ってるらしいんですよ。結局だからそのことは全く事件になってないんですよ。金を取ったこととかね、女の子を無理やり風俗で働かせたとか、そんなのは全く事件になってないんですよ。その頃ぐらいから自分の中学校の友達がね、こいつと一緒にいてたらあかんと、やばいと思うようになってくるんですよ。なるべくなら
もう関わらないようにしようとするんですけどね。電話かかってきたりとか、家に来られたりとか、まあするんですよ。そしたら、あまり極端にね、避けたら、何されるかわからんからね、その A に。ちょっとずつ距離は取っていくんですけど、それなりに付き合いもするんですよ。それである時ね、4人で車で走ってたらしいんですよ。その A の運転でね、高速道路で事故を起こすんですよ。A が。車の免許を持ってるらしいんですけどね。事故を起こして、二人亡くなるんですよ。で、自分の友達と A が生き残るんですよ。自分の友達も3箇所ぐらい骨が折れて、何ヶ月も入院するんですけどね。A は、ほぼ、怪我がないらしいんですよ。ちょっと首痛いなっていう程度らしいんですよ。それで、そのうちの、亡くなったうちの一人、それを A の養子にしてたらしいんですよ。養子縁組してね。だから A の子供になってるんですよね。養子縁組して。養子縁組は1歳でも歳が近かったらできるんですよ。だから A の方が1歳か2歳年上やったらしいんですよ。で、その後輩を自分の養子に入れてるんですよ。そしたら、車の保険とかね、その人間自身にも保険が入ってたかどうかわかんないんですけど、何千万ってお金が A に入ったらしいんですよ。ちょうどね、その頃に、最初の方で話したね、当時現行のクラウン、どっかのヤクザの車ね、それを盗んだことがある組織にバレるんですよ。それで、あるね、組織のヤクザから、A が探されるんですよ。そのクラウンの件で。はい、申し訳ありません。この続きは、まだ明日、喋りたいと思います。とにかくこの A はむちゃくちゃなんですよ。人を人と思ってないんですよ。人の命なんか何とも思ってない人間なんですよ。この続きはまた明日喋りたいと思います。じゃあ。